絶対に笑わないようにとあんたやんの <laughs> そこまでじゃないけどね合併 <laughs> がやるならっていう <laughs>、うんね、ここはセットなんで 完全新作的アニメが制作されることや、はい、ご自身の出演決定を今回お聞きになって、はい、どんなお気持ちだったのかまずは山口さんお話伺ってもいいですかそうですねあの実はあのもう僕らが最初にボイステストを受けたのが、えっと昨年の12月暮れなんですよ。 このメンバーでやりますっていうのが決まったのが去年の、えっと、1月末だったんでこ言ってみればもう1年以上1年半近くもうずっと黙ってなきゃいけなかったんでそう、ね、よく漏れませんでしたねこの情報いや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 ,、ね、いやもうそれはもう本当に、はい、あの厳しく絶対に言わないようにと念には念を押されてましたので <laughs> はい。ね えー、ようやくも自由にお話しできるタイミングが来ましたね林原さんはいかがですか今回、この完全新作的アニメ担当することになりました <laughs> なんかまた35年前もなんかファンの皆さんから怒られるようなこと私はやってましたけどなんかねことボイステストって言われたときにこの話していいですかって言ったらうーんって言われたけど一応、ネタとしてねえ、やだっ,つって <laughs>。 合併がやるならやるけど合併じゃないなら私じゃないしって最初、ちょっとごねたんですけどで、すぐねやるのって。電話突然、で珍しく電話かかってきてはーいって出たらあんんたやのそこまでじゃないけどね合併がやるからっていうここはセットなんでだからやるって。とはいえ ボイステストしてくださいって言われてわかりました。はい。やりました。やってよかったです。そうだからなんか逆になんか本当にこのチャンスをくれたスタッフさんにすごい感謝ですよね。ね。なんかまたスタジオでもねあと何年か遅かったらって言ってたんだよね。そうね。リアルな話ねギリ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 って言いながらでも楽しくやってるね。いやもう本当に。